はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、もうこの画面見てもらったらわかる更新が来ております。プロスピグランプリミニ開催しております。本日の、昼の12時ぐらいかなっていうような更新が来まして、約1ヶ月間のイベントとなっております。このイベントなんですが、獲得選手経験値アップにすることもできますし、ゴールド契約書であったりとかエナジー獲得できる、まあまあまあいいイベントにはなってるような形ですね。本日はこのプロスピグランプリミニについてお話ししていこうかなと思っております。それでは早速いってみましょう。はい、こちらプロスピグランプリミニのすでに参加するリーグを決めた後の画面となっております。このイベントなんですが、毎週毎週どのリーグに参加するのかっていうところから、設定が始まりまして、自分が参加するリーグなんですが、必ず一番上のリーグを選ぶようにしてください。まあ、なぜかと言いますと、優勝した時の報酬が一番上の方が一番いいですね。まあそりゃそうか。ゴールド契約書3枚、3000スピメダル、10エナジーと、これが優勝すれば毎週毎週入ってきますので、 S ランク選手欲しい方であったりとか、エナジー貯めたい方、必ず一番上のランクに設定するようにしてください。まあ、それ以外にも秘書レベル上げていった時に追加報酬であったりとか、毎日デイリープレイの報酬があるような形ですので、まあ、しっかり毎日試合を行うようにしてください。で、一番上のリーグに参加した時のオーダーなんですが、一番最初自分が通常オーダーで入れてる選手が、反映されると思うんですが、このプロスピグランプリのオーダー、チームスピリッツとしましては、だいたい8万4、5千ぐらい、余裕見て8万後半にしとくと、絶対勝てると思いますので、そういった、オーダー組むようにしてください。基本、1日3試合しかやらないと思いますので、先発 1,2,3 を極みの S ランク選手にしておくと、ほぼ負けることがないのかなといったような形ですね。そちらを意識しながらオーダー組んでみてください。こういったところから試合を始めていくんですが、このプロスピグランプリのイベント、一番最初にやらなければいけないことは、秘書にプレゼントをあげることです。このスピストアから激励ジェット風船、応援バット、声援メガホン、これを、全部買ってください。さあ、買います、全部買います。全部買ったらプレゼントしちゃってください。もう全部あげます。そうすると親密度が上がっていきます。親密度上がれば秘書レベルが上がっていきます。報酬ゲットで、まだまだ上げます。じゃんじゃか上げてください。で、メガホンも全部上げてください。このプレゼントを上げるだけで親密度がいきなりレベル4まで上がります。そうすることによって、この1日1回頼める仕事で、初日にいきなり獲得選手経験値アップが選択することができますので、選んでください。はい、獲得選手経験値がアップ、今ですと、一番低い 1.2 倍で、なおかつ今プロスピヒーローズ来ていると思いますので、プロスピヒーローズで獲得できる経験値アッププラス今回の仕事依頼での 1.2 倍がさらに掛け合わさりますので、プロスピヒーローズが来てる、あとこの動画が上がってる日からしたらあと3日ぐらいなんですが、その期間はもうめちゃくちゃ経験値獲得できますので、まだやってない方、スピストアでプレゼントあげてない方、今すぐにプレゼントあげて親密度あげてください。で、この準備ができてから本日の試合に行くような形ですね。まずは先頭バッターを打ち取っ、バッターを打ち取っています。普通に負けた。1試合目普通に負けて、ちょっとオーダースピリッツ上げてきました。で、この試合やっていくんですが、この獲得親密度アップ2倍、5エナジー使ってこれを選択できるんですが、無課金美課金の方、これはやらなくていいですね。これをやる方っていうのは、もうさっさと、獲得選手経験値 1.8 倍にしたいハイ課金勢がやることですので、もうこのアイテム選択は基本無課金美課金の方はやらなくていいです。で、無課金美課金の方で重要なのが、しっかりと試合に勝つことと、活躍ポイントを上げることですね。しくった。
といったような形で毎日試合を行って活躍ポイント貯めて親密度上げて、秘書の秘書レベル上げて報酬獲得していってくださいといったような形がプロスピグランプリの内容となっておりますので、このプロスピヒーローズ来てる間獲得選手経験値めちゃくちゃ獲得できますので、初日いきなりしっかりと獲得選手経験値アップにするためにプレゼントあげてみてください。で、今この長志くんにプレゼントをあげたと思うんですが、このプレゼント自体はスピストアで購入したと思われます。で、このスピストアなんですが、月初めにリセットされますので、本日7月29日の月曜日というようなことですので、8月1日になったらまたこのスピストアの、メニューが更新されます。スピストアがメニューが更新されれば S ランク限界突破コーチ、皆さん交換すると思うんですが、それの余ったスピメダルで、さらに激励ジェット風船、応援バット、声援メガホン、こちら交換してください。で、獲得したその応援グッズを8月1日になったら再度長志くんにぶち込んでください。これをすることで、また親密度がより上がりますので、獲得選手経験値 1.8 倍まで上げられる仕事依頼を依頼できるようになるまで時短になりますので、ぜひとも月始めにはそれをやってみてください。まあ、優先度としましてはスピストアで S ランク限界突破コーチを交換することの方が、優先度は高いと思いますが、それを交換してピメダルが余る場合は、そういったプレゼントを購入して、長志くんにぶち込んじゃってください。で、このイベント、皆さん思うところあると思います。それは女性秘書打算会。いや、もう秘書が長志くんでどうすんねんと思ってる方いると思います。親密度が上がっていくと長志くんが着替えることができるんですが、もともとミイラだったのが、人狼になりました。お前が着替えてどうする。女の子着替えさせ、マジで何にもテンション上がんないですね。秘書がいないのがかなりきつい。朝起きてプロスピ起動して、女性秘書からの肉声一言もらえることがかなりの楽しみであったんですが、雪平梨沙来てくれ、マジで長志くんじゃテンション上がらん。朝からのやる気なんて大して上がりません。みんな思ってるかと、思ってることあると思いますね。長志くんが着替えても意味がない。女性秘書が着替えてこそのプロスピグランプリ秘書イベなので、新しい秘書第3弾が来るのか、はたまたただミニだから来てないのか、ちょっとわからないんですが、次回秘書がしっかりと、女性秘書がしっかりと来てくれることに期待してイベント待ってたいと思います。といった形で、このプロスピグランプリミニ女性秘書が出てこないことにイラッときた方、ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は、プロスピグランプリミニについて、初日でいきなり獲得選手経験値アップする方法をお伝えさせていただきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。